浜、揚げ浜は、囲碁の用語の一つ。囲碁では対戦中に、盤上の相手の石のいくつかを取り上げることがあり、日本ルールにおいてはその取り上げた石を浜もしくは、揚げ浜と呼ぶ。後で、数がわかるように手元に置いておかなければならず、通常苔の蓋を裏返して、浜を乗せておく。なお、投梁の石表示の際の作法の一つとして、 投了する側が浜を盤上に置く行為が一般化している。終局後、盤上の寝台石も浜に加えられ、盤上の地の広さから浜を引いた合計が白黒の対局者の総得点となる。聖地では分かりやすいように自分が取った浜で相手の地を埋める。このように浜を取っておくのは日本ルールの中においてのことである。中国ルールでは取った石を取った直後に 相手の語形へ返却する。これは中国ルールでの計算の仕方が日本とは違い、領地内の空点のみを数えるのではなく、空点及び自分の石の数を数えるためである。例えば200手で終局したとして、黒が10個の白石を揚げ浜として取った場合には、黒100個、白90個の石が盤上にあるはずである。この場合、浜の10個を数えるのが日本流であり、 盤上の九十個を数えるのが中国流ということになる。ありがとうございます。